ね、ネットフリックスで最近話題になってる韓国、初、ドラマ、イカゲーム、全然ね、面白くない。なんかもう、なんて言うんでしょう、ありがちすぎて、キャラクターとかも全然もう覚えてないというか、全然覚えてないですね。イカゲームに出てくる、アナウンスする人の声のものまで。トゥーソンサムニだ。タンワンティン、トゥーソンサムニだ。タンワンランティー、トゥーワンガンダー。トゥーワンガンコー、ファンウェンシー。トゥーソンサムニだ。言いましたね。首にタトゥーが入ってる、チンピラみたいなやつのものまで。プフシックスサムニねえ。プフ、すいませんね。全部見ましたね。皆さんの推しキャラは誰でしょうか？僕のね、思ってたね、エンディングはですね、一番最後の最後のシーンでね、主人公の同級生の男の人が、戦うみたいなシーン、実際のイカゲームもね、ついにやるみたいなシーンがあったじゃないですか。あれって最初の方で、冒頭でやってた、だるまさんが転んだをやってた場所じゃないですか。なんで女の子がね、女の子のロボットが置いてあって処刑する、だったんで、の場所だったじゃないですか。で、そこが、その時と違って雨が降ってたじゃないですか。で、雨が降ってたことによってね、女の子がなんか暴走して、イカゲームの島からね、出て行って、ジュラシックワールドの、炎の王国みたいな感じになってね、女の子が、韓国中を壊すみたいな、話の展開になるのかなと思ってたら、外れましたね、それは。イカワールドみたいなね、感じになるのかなと思ってたんですけど、なりませんでしたね。はい。それは、まあ、非常に、良かったかなと思う点ではあります。イカゲーム全部見たんですけどね、コロナワクチン打った後のダウン期間というんですか、体調めっちゃ悪くなる期間に見たんでね、さらにね、なんか、怖かったなって記憶が。